や。再び大阪から優しいニュースです。今日は素敵なゲストにお越しいただきました、はい、大阪の心斎橋で美容師をされながら冒険家でもあるという稲葉香里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は素敵なお洋服で来ていただいたんですよね。ちょっと立っていただいてもよろしいですか、はい、こちらの衣装は。そうです、西ネパールのドルポの伝統的なスタイルなんですけども、まあ、ヤクとかヤギの毛を紡いで折ったものですね。この辺りはここはカトマンズでオーダーしてますけど、はい、この辺りの織物は巻物もね素敵ですよね、うん、後ほどドルポについてお話、はい、たっぷりお伺いします。でまずなんですが、今回お越しいただいたのがこちら前にある素晴らしい盾ありますが、上村直美冒険賞を受賞されまして、先週の土曜日に兵庫県で授賞式があったということなんですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。いや改めてですけど、受賞されてどうでしたか。まだ信じられない状況がずっと続いている感じですかね。何が評価されたと思われますか。お話とか、まあ、これにも書いてるんですけども、まあ、ドルポ越冬が今回の受賞のものなんですが、まあ、それに至るまでを見ていただいた感じだったんで、すごいやっぱり嬉しかったですね。で先ほど映像にもありましたが、上村直美さんに関してはもともと稲葉さん昔から強い憧れがあったと伺っているんですが、そういった意味でも喜びひとしおだったんじゃないですか。そうですね、私の場合憧れというよりも人生を180度変えてくれた方なんで、本当におこがましいぐらいの賞をいただいた感じです、はい、さあそして改めて稲葉さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきますね、はい、東大阪生まれの48歳、住まいは千早赤坂村です。18歳の頃にリウマチを発症、一時はどん底に落ちたそうなんですが、その後稲葉さんはなんと旅に出ます、うん、20代の頃は毎年のようにアジアを中心に翻弄、そして28歳の時に上村直美さんの足跡を追って上村さんが消息を絶ったアラスカの山へ向かわれたということなんですね。そして2007年頃からは大阪の登山隊に参加してネパールに行くようになります。2019年から2020年にかけて秘境といわれる西ネパールドルポで冬を越されたということで、今回こちらで賞を受賞されたということなんですよね。で先ほど、ね、はい、坂本さんから紹介してもらいましたけれども、うん、美容の専門学校に通われている最中にリウマチを発症されたと思い悩むこともあったと思うんですけれども、うん、その中で今も治療はちなみに続けはられているんですか。はい、そうですね、今は2週間に1回自己注射をしてますね。そんな中で過酷な環境旅をするという冒険家の一面もあるということで、これから見ていきたいんですが、ここからは稲葉さんの冒険についてのお話を伺っていきますが、まずこちらの映像をご覧ください。冒険家稲葉香里、彼女が2007年から足しげく通うのが西ネパールの山岳地帯ドルポ。日本から5000キロ離れたチベット文化が根付く地域。いやもうね、そのドルポっていう地域に惚れ込んじゃったんですよ。こんな奥地に人が住んでる不思議さと、で冬はどういう状況になってる、でこの人たちはどうやって生きてんのかなと体験したいと冒険に突き動かされるのは好奇心と治らない病。私はリウマチっていう膠原病の一種の病気を18歳で発病していて、右足首ですね、腫れてますね、これ治らない、歩けなくなるかもしれない病気が歩く原動力に。美容師の傍ら旅を続けて24年になります。伝えたかったことですか。まあ諦めなければ無限に可能性はあるっていうことですね。いや美容師をされながら冒険ができるんですね、うん、
強引かもしれないですねなかなか結びつかないですよ ね、 いやね、そうですよね。いや、さあ、うん、そして今回受賞となった西ネパールのドルポ、うん、どこにあるのかと言いますと、はい、インドと中国の間のネパールの北西部にあります、うん、拡大した地図がこちらです。出ますかね。はい、こちらがドルポということなんですが、稲葉さんはドゥネイを出発されましてサルダンを目指します。距離はおよそ88キロで8日間かけて歩かれたそうです。途中で5000メートル超えの峠をですね2つ越えられたんですって。富士山より高いわけですから。すごいですよ ね、 ですよね。そしてサルダン村に着いてから、はい、ここを拠点に100日間余り過ごされたということなんですよね。でそのサルダン村の様子、はい、写真というのがこちらなんですけれども、すいません、村というよりこれもう完全に雪山ですよね。生活できるんですかこういうところで。でもちっちゃくね、うん、家があるんですよ。どこですか？ポツポツと。あ、これ、はい、あ、雪に覆われてますけど、あ、そうなんですね。あとこの棚田になってるのは全部畑なんですよ。へえ。ちなみにどんな場所なんですか、うん、その寒いんですか。やはり寒いですね。やはりどれぐらいですか？一番寒くてテントの中でマイナス18ぐらいだったんですけど、それはまあ1月ぐらい。でも昼間はね、はい、あの太陽あればなんか暖かい感じがするんですよね。昼間はちなみに何度ぐらいですか？昼間はマイナス3から10ぐらいをさまよってるんじゃないですかね。でも暖かいんですよね、稲葉さん的には。太陽があればね。なるほど。これが曇ってたら本気で寒いんですよ太陽があればこうやって温めれる。で次ね、本当にね過酷な環境なんですが、はい、次にご覧いただきたい写真がこちらなんですけれども、うん、こちら隣村に行く時の稲葉さんのご様子ということなんですが、この重装備ですよね。あの本当に過酷な環境だと思うんですが、身の危険を感じることっていうのはないんですか？そうですね、自分でちょっと危ないなと思ったら行かないっていう感じですかね。そういう感じで大丈夫ですか？こういう大丈夫かな。冷たいというかもう寒い極寒の中で生活していて、まあそうですね、今日はもう無理って思うことってなかったですか？無理？はい、え、ないですか？ないかなあれ？そう、楽しいんですよ毎日が。見たことない景色が見られるとか、うん、そういったことですか？そうですね、それもあるし、はい、まあ、そんな中どうやって過ごしてんのかなっていう。へそして村の人たちの生活の写真もご用意いただきました。はい、はい、そう、こちらまず、ね、こちら食事ですね。そうですね、どういった食生活なんですか？作物があんまり育ちにくい地域なんで、標高が高いから ね、 で大麦が主食になって、うんうん、でまあ、この真ん中はうどんのようなものなんですけど、まあ、これは具ありますけど、具ないパターンの方がダントツ多くて、あ、これはじゃあちょっと贅沢、ちょっと贅沢バージョン薬の肉が入ってるんですけど、薬っていうのはその左、うん、こちらの、まあ、今解体中なんですけど、まあ、冬、高所に強い牛科の動物 で、うんうん、で冬の頭始まりに解体しているっていう感じですかね。なるほど。であとそばのパンあのそばの横の赤いの唐辛子。やはり寒い場所に行くと唐辛子、辛いもので体温を上げるということですか？やっぱりね、温まるのと、あとすごいシンプルなんで、たまにこうパンチが欲しくなって、まだ十分パンチある生活されてると思うんですね。間違いないと思いますよそうです。でも食べ過ぎたりもしたんですって？そう、食べ過ぎてね、バターみたいに塗っちゃうんですよ。唐辛子ですか？でもなんか、いや、日本ではやらないですよここの環境下だからできると思いますなるほどですね。そして次のお写真いきましょうか、こちら、うんうん、あのかなり険しい環境だということは分かったんですが、実際村人の方がどのように生活しているかということで、こちらご用意いただいたんですが、これは何ですか？まあ、彼らはあのチベット仏教なんですけども、あの冬、四季折々法要プジャがありまして、これは3日間行われたプジャになるんですけど、はい、もう生活の中に祈りが共に存在しているっていう感じになってますね。参加されたりもしたんですか？もちろんそうですね。どういうこと感じられました？
私はですね、このチベット文化圏に初めて行ったのは約20年前なんですけど、はい、その時にこの美しさっていうものを本当に変わなんかなすごい180度変えられたんですけど、うん、こう内側から湧き出るような彼らの意志の強さと本当の美しさっていうのをすごい感じたんですよ。で今回もまた同じことを感じさせてくれて、うん、なんか時代がもうこれだけ大きく変わったなのにもかかわらず彼らは同じものをこう持ってるっていうのがすごく良かったなと思って、なるほど、でもういつもすごい何やらな、うん、勉強させられるっていうか、なるほどですね、いいものを見させていただいてる感じですかね、うん、でその次にご紹介したいのが、はい、そんな中あの冒険の必需品というと道具だと思うんですが、今日その一部をねあのご持参いただいたんです。ちょっとご紹介していきたいんですが、はい、あの稲葉さん、私気になったのがこれは何ですか、はい、水筒みたいな形に見えますけど、あの、はい、MSR っていうとあの私、ストーブですね。これがストーブですか。そうですね、燃料つけるんだ。そうですね、はい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 、形ちゃうけど、あ、逆ですか、すいません。で、ガソリンと、はい、あの灯油と何でも使えるんで、うん、世界中どこでも手に入るっていう優れものなんですけど、結構やっぱややこしくって、はい、でネパールの場合はその灯油がちょっとあんま安定してないんで、うん、はい、質がちょっとね落ちるんですよ。なので進もすごくって、でオーバーホールできるぐらいになったんですけども、はい、やっぱり火の安定がなかったんで最終的には、デポしちゃったね、家にっていうか、そのネパールその拠点地のところに、最終的に大きいネパールのストーブをメインで使ってました。また荷物が増えてしまったということなんですね。そうですね。で、そもそもなんですが、はい、なぜ稲葉さんがその西ネパールのドルポに行きたかったかということなんですが、うん、実はね、ある人物の影響を大きく受けたということなんです。それがこちら、大阪堺市生まれの川口恵海というものなんですね。明治時代の仏教の原点を求めて日本人として初めてチベットに入った僧侶なんです。で、川口恵海に魅了された理由っていうのは何だったんですか、稲葉さん。そうですね、私の持病と全く同じものを持っていたっていうのがすごい勇気をもらった。でさらに、まあ大阪出身って、いや、なんかやっぱ親近感が湧きましたね。はい、川口恵海さんもリウマチを患っていたということで、うん、はい、そういったあたりだったんですかね。そうですね、運命感じました、勝手に運命を、はい、そうですか。そして稲葉さん、次の冒険の計画というのはございますか。うん、そうですね、今その川口恵海さんのルートのまだ未調査ラインとかもあるので、そのあたりをまたやっていきたいなと思っている最中ですね。はい、まあ、今なかなか自由に海外にも出られる状況ではありませんけれども、うん、一段落した際にはそういったふうに新たな旅という冒険はやはり出たいんですね。そうですね。その稲葉さんが旅をされている中で、旅を通じて人に届けたいもの、伝えたいものって何かあるんですか。うん、まあ、そんな私が大それたこと言えないですけど、でもやっぱり好きなものっていうのは大事にしたからいいなって、私はもう好きだけを追いかけてここまですごい来て、すごいご縁の中で生かされたんですよ。だから好きなものが一番いいじゃないかって何でもね思います。好きなものを追い求めることによってモチベーションにもなるでしょうし、なりますしね、体の調子も良くなるしね。あ、そう、そうなんです。全部につながるんですよ。稲葉さん、そのリウマチを発症されてから、うん、逆に険しい山を登ることによって症状が緩和されたんですよね。そうなんですよ、まあ、山だからっていうものもあるんですけど、まあ、私の場合山だったんですけど、山じゃなくても自分の好きなものをねしてるとやっぱりね楽しくなじゃないですか、うん、それが健康につながるんじゃないかと思いますけどね、うん、ありがとうございます、はい、ここまでは美容師でありながら冒険家の稲葉香織さんにお話を伺ってきました。稲葉さんには番組最後まで今日はお付き合いいただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、今日はですね、上村直美冒険賞を受賞された稲葉香織さんとお話を伺ってきましたが、来月に稲葉さんが旅をされた西ネパールドルポの記録本になるということなんですが、はい、どんな本ですか。はい、今までに私が歩いてきた西ネパールの中のムスタンと、ドルポとフムラの3つの地方をポイントを、うんうん、はい、
写真ポイントとあと写真が結構半分ぐらい占めてまして、そこにコラムが合わさった感じになってます。いやなかなか、ね、見ることできない景色も広がるでしょうから非常に楽しみにしております。今日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうケル。もっと見たいという人は画像をクリックして YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースに登録してケロ。オリジナル企画もあるケロよ。よろしくお願いしますケロ。